皆さん、こんにちは。速稼塾の久保です。今回はね、東北というね、ちょっと変わった観光サイトをご覧になっていただいております。このサイトね、何のために来たかというと、東北のね、観光名所とか美味しいもの、これを知るためのサイトでもあるんですけども、実はね、あまり知られてないんですけども、これポイントサイトにもなってるんですよ。とは言ってもね、1万ポイント、5万ポイントどんどん貯まるようなね、モッピーみたいなのとは違って、こう簡単なアンケートに答えると、200ポイントとか300ポイントとかみたいなポイントが入って、そのポイントが Amazon ギフトカードみたいなね、そういった金券に変わるよってやつなんですよ。おそらくね、この手のアンケートサイトの中で最も還元率がいいんじゃないかなと思いますね。で、アンケートもずらずらと長いものじゃなくて、すぐに終わるような簡単なアンケートなんで、これはなかなかいいんじゃないかなと思ってますね。ご覧のように、ほら、東北ファンクラブ会員募集中って書いてるでしょ。東北ファンクラブでは、観光の力で東北を元気にを応援してくれるファンを募集していますって書いてます。ずっと下に行くとね、ほら、この東北っていうサイトの特徴が書いてます。東北ファンクラブとは、持続可能ななんとかかんとか、会員サービス情報の配信、そして会員サービスアンケートのご案内ということですよね。はい。で、登録は3ステップで、新規登録をクリックして、そしてパスワードなどで何なりを打って登録完了みたいなね、簡単なんですよ。で、会員向けのアンケートに答えてポイントを獲得って書いてるでしょ。これが寄付できたり、私利私欲のためのポイントになったりとかね、いうやつなんですよ。これあんまり気づかれてないんですよね。で、Amazon ギフトカードとか PayPal とかサーベイフォーグッド、こういうのもあるんですね。知らないですけども、こういうのになるということなんですよね。会員登録は無料です。無料なんですけども、実は会員登録するだけでポイント入るんですよ。はい。ぜひね、紹介コードをつけておきましたんで、そちらの方を参考に会員登録してみてください。最初からポイント入ってますんでね。そして、料金は一切かかりませんって書いてるでしょ。で、こういったのをね、複数やってると、ずっとポイント貯まるわけですよ。これ案件じゃないですか。アンケート答えるだけですからね。そうやって、100ポイントなり200ポイントなりをコツコツ貯めて、1000ポイント、1万ポイントっていうふうに積み上げていくと。ね。遠くに1億円稼ごうと思ったら、今日の100ポイント、明日の1000ポイントっていうのがね、すごく大事になってくるんですよ。で、今日も明日も稼げなかったけど、いつかは1億って言ったらね、稼げないですからね。別に1億じゃなくても、100万円でも10万円でもいいんですけども、じゃあ10万円に向かうために、今日の100円とか1000円はどうするんですかっていうところに、はい、これですって答えれると、それが積み上がってたどり着くことになります。で、私は10年以上こういったポイントサイトとかね、ネットビジネス活動してるんで、この引き出しをいくつも持ってるんですよ。これなら100、これなら300、これなら500みたいなね。で、一つ一つを見るとちっちゃいようですけども、そのちっちゃいように見えるやつを、もういろんなパターンで毎日やってるんで、じゃあ今日は合計で2万でしたとかね、1万でしたみたいななるわけなんですよ。で、なんかクオカード2万円分もらえるタマホーンみたいなやつはね、たまにドーンと入ってくるんですよね。あれがボーナスみたいなやつですよ。で、合計すると年間で何十万円分とかね、なってくる。時には何百万円分とかなるわけですよね。そのうちの一つとして、もうポイントサイトもあんまり行くのないなとかね、セルフバックも、案件もあまり見つかんないなっていう時は、このアンケートサイトは少なくともやってみてくださいっていうことなんですよ。はい。じゃあ今日は以上でございますんでね。会員登録して、ぜひね、会員登録は、ほら、ここからできますんで。ほらね、上の方から。ピカピカしてますね、なんかね。これ。ここですね。はい。こちらの方から会員登録して、紹介コード入れてみてください。それでは。